文化的自治とは、一国内の少数民族が、言語、教育などの文化領域において、自治権を行使することで、文化的民族自治とも称される。文化的自治の理論は19世紀末から20世紀、初頭の世紀転換期のオーストリアにおいて、社会民主党によって体系化された。彼らは二重帝国の連邦国家化構想の中で、属地的民族組織に加えて、 俗人的民族組織を編成することを主張しており、後者の組織に担わせる機能として文化的自治の制度を導入したのである。文化的自治は民族問題の解決策として民族自決の適用を主張するロシアのボリシェビキによって激しく批判されたため、しばしば民族自決の大機的概念とみなされている。オーストリア・ハンガリー帝国の民族、分布世紀転換期における オーストリア・ハンガリー帝国は、ドイツ人をはじめとして、ハンガリー人、チェコ人、イタリア人、ポーランド人、クロアチア人、スロベニア人などによって構成される多民族国家であり、なおかつ、これらの民族集団がモザイク上に混従する複雑な状況にあった。同国の社会主義政党である、社会民主党も以上のような状況を反映し、小インターナショナルと称される。 民族別組織の連合という形態をとっており、1897年に採択されたブリュン公領においては二重帝国の民主主義的な他民族連邦国家への移行を求めるとともに、俗地主義的原則により編成された民族別組織による立法、行政の自治を提唱した。オーストリア・マルクス主義派と呼ばれる党内のより若い二人の理論家、すなわちカール・レンナーとオットー・バウアーは、 ブリュンコ領を引き継いで民族政策理論の体系化を進めた。彼らは、属地的民族組織による自治を基本的には承認しつつも、資本主義の発展に伴い、諸民族の根従が進んでいる二重帝国においては、民族別の境界区分を設定できないか、あるいは教育内にどうしても、少数民族を含み込んでしまうため、属地的な民族自治のみでは、 少数民族問題を解決するには不十分であると考えた。このため属地的組織とは別個に文化的自治、すなわち言語、教育などの文化領域の行政における自治を担う俗人的な民族別組織を編成して両者の統合の上に立つ連邦国家を構想すべきであると主張した。具体的には個人の申告により作成された民族台帳に基づいて 民族共同体が編成され、民族共同体は、博物館を建設、運営するなどの民族文化、伝統の保護、学校教育、裁判所、官庁において、自民族のために、言語上の便利を図るなどの行政的任務を担い、財政基盤を確保するために、一定の租税徴収権が認められるものとされた。さらにバウアーは、民族の本質においては、地域、 言語的要因よりも文化、心理の共通性が重要とみなしており、これが俗人的な文化的自治制度の導入の理論的根拠となった。以上のようなオーストリア・マルクス主義における文化的自治の構想は、リトアニア・ポーランド・ロシア・ユダヤ人労働者、総同盟など一部の左翼から支持されたが、民族問題の解決のためには民族自決権を承認すべきという立場をとり、 民族の混獣に対しては、民族の融合、同化、解消の方向を認めるレーニンスターリンら、ボリシェビキからは、激しい批判を浴びた。また、第一次世界大戦で二重帝国が解体し、支配下の民族が分離独立していったため、ついに実現を見ることはなかった。しかしその理念は現在でも多くの多民族国家に継承されており、例えば現在のオーストリアでは、 スロベニア人などの国内少数民族に対し一定の文化的自治が許容されており、またエストニアにおける少数民族文化自治法や中華人民共和国の民族区域自治もその一例とみなすことができる。冷戦終結とソ連崩壊に伴う民族紛争が激化すると文化的自治論にも注目が集まることとなった。 そこで評価されているのは、融合内戦で露呈した、例人的な民族自決権に基づき成立した国民国家の限界を予見し、必ずしも少数民族の分離独立へと収束しないオルタナティブな民族政策という点である。これとは逆に、現代の中国やメキシコにおけるオーストリアマルクス主義的な文化的民族実地論への関心の高まりは、分離を含む、 民族自治権という概念にこの理論を対地することによって国家の統合を図る統治の学としての面がある。辞典項目単行所第6章オーバウアーの民族自治論参照。倉田実のレンナー、上条勇、バウアー参照。ありがとうございます。